今でどこにいるかっていうと秋田県の秋田市にいます。秋田駅から割と近いところかな、ここね、本家阿部屋って比内地鶏が美味しく食べれるところと有名なところに来てます。きりたんぽ鍋とか丼とか、まあ、いろいろ焼き鳥にしていろいろ食べようかと思ってるんだけど、今考えてみますね。とりあえずきりたんぽは必ず頼みます。あと伊兵衛学校も頼もうと思って、で、都内、東京都内にも店舗があるみたいですね。だこっちが本店なのかな、で、こっちが本店なのかどこかないけど、とりあえず、アベアということで今から行きます。秋田ですから、本間ですから。秋田の日本酒とか郷土料理とか極上スープ、親子丼ね、まあ、いろいろ頼めるんだけど、いい感じです。メニュー見てみるとね、なんかおいしんぼでもこれ阿部屋の養鶏場が紹介されてるのか、これね、きりたんぽ、見たことあるな、これおいしんぼのやつ、まあいろいろありますね。比内地鶏焼き鳥とかも頼もうかな、一品料理とか。比内地鶏単独コースなんかもあるのか、まあでもとりあえずきりたんぽは食べたいんで、きりたんぽね、写真は 2,3 人前だけど、きりたんぽ鍋ということで行きます。お茶を通してもらって、でこれがいぶりがっこの盛り合わせということで、燻製ですね。燻製なんで匂いが結構香ばしい香りをします。だから秋田の酒とか日本酒とかが合いそうですね。美味しそう。何回か食べたことあるんだけどね、美味しいです。比内地鶏の何枚ということで、比内地鶏非常に美味しいですね。その中でまあきりたんぽも食べれて、焼き鳥とかね、比内地鶏のね、最後は比内地鶏で使ったソフトクリームで締めましたけどね、美味しかったです。ぜひおすすめしたいと思います。まあ都内にもありますけどね、でもやっぱりこの本場のところで食べるとやっぱまた違ってくるのかなって感じがするんでね、まあ、評価